サクパパのメジャーで行こう。今日も始まりましたサクパパのメジャーで行こうでございます。この番組はですね、いろんな音楽アーティストにおいでいただきましてご紹介していこうという番組でございます。今日は何があるんですか？ピアノの新井美奈です。はい、この度ですね、8月のお盆明けから広島の方に引っ越しが決まりまして、今日はお世話になっている RJ さんで、はい、私が関わっているいろんなユニットさんのライブがあります。なるほど、はい、ということは、はい、はい、さよならのイベントですね。はい、はい、さよならってもう来ないかと思いきや、うん、まだ結構来ます。あ、結構来るんですね。もう決まってるぐらい。もう決まってる。あ、もう決まってんね。はい、あ、なるほどね。まあそれは後で聞くとしまして、はい、もう先に出ちゃいましたけども、はい、キーボードの、新井さん、そしてニコの泉紀子です。泉さん、はい、ニコですね。ニコです。はい、それと、はい、そして尺八の平山先進です。平山先進、お願いします。これ、はい、名取りというやつですか？あ、そうです ね、 ね、はい、先進、これ本名はやったらびっくりします。本名じゃないですね、はい、尺八の時の名前になります。そうですよね、はい、ということでこのグループの名前、なんでこんなグループの名前つけたか、この辺をご紹介ください。私たちグループの名前はイロハと申します。イロハ、アルファベットでイロハと書くんですけれども、はいはい、名付け親はですね、ピアノの新井美奈がつけてくれたんですけれども、はい、意味は、意味はどのような。そうですね、いろいろ、今考えてたらダメです。バレましたか。はい、いろんな国の楽器が混ざってるので、はい、まあ、英語でもなく日本語でもなく、はい、あとはいろんな方に覚えていただきやすいということで、はいはい、日本語のイロハにホヘトのイロハ、はい、最初の3文字を取って、はい、あのローマ字にして。なるほど、はい、イロハっていうとことの始まりみたいな、ね、感じがしますよね、はい、初心忘れずみたいな心があるでしょ。そうなんです。まあ、みんな俺が言うてしもた。ね、素晴らしいです。はい、はい、その通りです、ね、ね、りさあ、このグループの中のリーダーは、まあ、特にない、まあ、ないんですか？ないですね。でも雰囲気的になんかリーダーっていう感じするんですけど。いやいや、どうなんですか？あのいろいろ役割分担がありまして、はい、名刺交換担当。あ、そうですね。なんじゃそりゃ。とか、ビジュアル担当。ビジュアル担当。デザインとか。ようわからんグループや。はい、CD のジャケットを作ったり、チラシを作ったりとか、はい、そうですね、衣装も全部で。ああ、衣装。はい、皆さんはあの曲のアレンジとか、うん、あ、なるほどね、作曲とか、はい、いろいろ。これはやっぱりキーボードの役目でしょ。はい、そうですね。ね。一番こう和音が使えるので。そうそうそう、はい、必然的に。ここ誰がやってよみたいなね。はい、そうなんですね。夜鍋してるでしょ。してるでしょ。なんか思いつくと早いんですけど、うん、そこまでがなかなか。もう夜中2時3時とか、ね、夜中2時3時に。2個の泉さんは何年ぐらい2個持って？12年ぐらいですね。お、12年。はい、なるほど。12年でここそこまで行きますか？なるほどね。まだまだ。あの、私も実は2個ちょっと触らせてもらったことがあるんです。そうなんです。あの2個で音を止めるっていうのが難しいの。はい、それはまだ今も課題でございます。なんか知らんけど鳴ってしまうんですよね、あれ。間に挟まってるので。そう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 。弓が日本の弦の間に挟まってるから息止めないと音止まらないみたいなね。ところがあるでしょ。はい、ね、よく酸欠になってます。本当に息ができないね。ほんま息したらククってなってしまうのね。かたや
尺八は、はいね、いつもこう息吹いてるわけですから、そうです ね息止めてたらいかんので、はい、そうですね全く音ならなくなっちゃいますね。尺八はこれね、はいはい、なりすとて音のならない楽器なのよね。あでしょ、そうですね、最初ね私はならなかったです ね、はい、よく続けましたね。あそうですね、こう全然ならなかったので役に鳴らしてみたいと思って、こう鳴ってくると今度はどんな音がいい音なんだろうと思って、うん、そう追求していくんですね。どんどん、はい、でどんどんこう自分で変化が分かりやすいの で全くゼロからなので難しい楽器だと思います。この3人出会ったのはいつですか？5年前のに結成したんですけど、はい、この RJ で別々で活動していて、はい、出会ってピアノとニコでやったり、はい、尺八とニコだったりとか、はいはい、ピアノと尺八だったり、はい、もう一緒になってしまえと3人でやったらみたいな話そうやね、うん、それがいいと思うわ。いいな、自然な流れで、うん、いきなり CD を作って、次のライブの時にはもうレコ初ライブだったという最初に青いイロハイロという CD を作ったんですけれども、はい、この3人でやろっかっていうことになって、はい、もういきなりじゃあ CD 作ろうみたいな、いきなりそっからいきなりなんか売るものが欲しいと。そうですよね、しかも一番最初でアルバムがっつり、そうですね、ま、いつも演奏してる曲とかじゃなくて、そうです、一からそんなにいきなりそんなオリジナル曲そんだけ溜まってるわけないないです。オリジナルも急いで作っていて、はい、ほぼカバーですね。ああなるほどね、はい、うん、1枚目の CD をご紹介いただいてね、はい、他にはあるんですか？去年ですね、はい、ちょうど去年の夏ぐらいに発売した、イロハ和音という今度は赤い CD があるんですけれども、はいはい、4年間ですかね、こう積み上げてきた曲であるとか、まあ、またそのアルバムのために新井さんが作ってくれたオリジナルであるとかを取り混ぜて、はいはい、究極入りでしたかね、はい、の CD に仕上げたというものが、なるほど、はい、あります。立派でございますありがとうございます、ね、CD1 枚作るってたらもうめんどくさいのよ。そうです ね、はい、本当にこれからね楽しみなこれバンドって言ったらいいかな、はい、グループグループでまとめておこう、集まりね美女3人組の、グループでございます。ありがとうございます。ラジオですから、ラジオですからよいしょ、ありがとうございます、はいはい、といったところでこれからも一生懸命で、ね、3人の個性を出しながら、はい、頑張って見ていただきたいと思います、はいはい、また、なんかイベントあると来てって言ったら来てくれるかな。いいと思う、はい、ありがとうございましたありがとうございました